先月辞職勧告を決議された川勝知事、自らにペナルティを課すと考えるわけですが、差し当たって、年末の手当ボーナスとか、それから12月の俸給は全額県民の皆様にお返しをすると、返上すると。手当や給料の返上には条例の改正が必要で、知事は先週、条例案の提出について議会側と調整中としていました。しかし最大会派の自民改革会議は、知事の辞職を求めていることなどから調整は難航し、今日までに期末手当の返上に関わる条例案の提出を断念しました。知事は引き続き12月分の給料の返上に向けて議会側と調整を続ける方針です。